モンケチャガンとは、チンギスカンの弟カチウンの末裔で、15世紀、初頭に活躍した、モンゴル人諸侯の一人。明治録などの漢文史料では、殺死漢たちの花と記され、モンゴル語史料にはマンクエーガンマンノヤンと記載される。モンケチャガンが初めて史料上に登場するのは、永楽三年のことで、この時、モンケチャガンは死者を派遣して、明朝に基準し、 オルクテムルハーンの動向を伝えてきた。これに対しエイラクミカドは、モンケチャガンを弟く、その弟、カダオセンコに任じ、モンケチャガンと長考関係を結んだ。また、明朝の記録では、サッシュカンたちロハナオランケ東どころや、オランケサッシュカンたちロハナどころといった表現が見られ、モンケチャガンの勢力は、ウリアンハイサンエイと隣接する地域にあったと、考えられている。 アルタンクルズンには、チンギスカンの弟カチウンの後営に、モンケチャガンがいる。彼の息子は、バヤンタイホンゴル、バタイセチェンである、とある。また、王公氷殿三31、王牛特武装殿には、元大祖テがクソ元、小ためカラス神楽画を。その末、もうカ殺艦楽画があり子に、長友へ述べ、大公家しか、うべかを、高所部曰く、沖名牛徳。 ジトモエヤスし写真ク画を別、高格落者さとかつ、解消アロモーコと記されている。王公表伝では誤って、モンケチャガンの思想をテムゲオッチギンとしているが、これらの記述から、温流トブの思想がカチューン、モンケチャガンであったことがわかる。モーコゲンなどのモンゴル年代記には、チャガントゥメンという集団が15世紀頃活躍したことが記されている。このチャガントゥメンとは、 漢文資料に記載される、殺死官たちの花どころ、すなわちモンケチャガン率いる勢力であり、チャガン・トゥメンの名は、モンケチャガンに由来するものではないかと推測されている。モーコ・ゲン・リュウや、アルタント・ブーチには、チャガン・トゥメンのエセクイやホルチン・トゥメンの終始帝王がオイラトと,との戦いで活躍したことが記されている。ありがとうございます。